皆さんこんにちは。 JLPGA 競技員の中崎です。今日も正しくルールを学びましょう。今日はスタンスについてです。バンカー内のプレイヤーの球は通常のスタンスでは打つことが難しく、どうしてもラフの芝にひざまずいてスタンスを取らなければならないような場所にありました。ひざまずく場所の芝が濡れていたので、プレイヤーは服が汚れることを避けるためタオルを地面に敷いて、その上にひざまずいてスタンスを取って、その球をプレイしました。プレイヤーに罰はありますか？ A 無罰、 B 一般の罰、 C 失格。正解は B の一般の罰です。地面にタオルを敷いてその上でスタンスを取ることは、スタンスの場所を作っていることになり、この場合規則 8.1A の違反で2罰打を受けます。プレイヤーはスタンスの場所を作るためにルースインペディメントや動かせる障害物を所定の位置に置くことはできません。服が汚れることを避けるために自分の体、この場合は膝にタオルを巻いたり、レインウェアを着るなどすることは認められます。